神様っちゅうのはお前こと知ってはんの、いやそりゃ何もかもっていうのは絶対いないもん。何もかも金さったら独身やしお金あるし、でもね、チンコ小さい。しょうがないわよ、あんた2世に生まれてんだから王冠違いよ。変わらなかったらこの芸能界で消えるわね。信頼を取り戻すってあんた大変よ。もう何十倍も努力しないと。今日は、このような栄誉ある賞をいただきまして本当に、光栄に思います。自分がこのような賞をいただいてもいいものかとすごく恐れ多く感じつつも本当に心から、嬉しく思っております。唐から唐へ移るという船を乗り換えるというのではなくて、はい、そもそもお一人お一人がその意思を示していただかないと、そっくりお受けするということではありません。よって本当にちっちゃい夢からでいいんですよね。夢っていうよりも目標っていうか、誰々とこうしたいとか、誰々さんと仲良くなりたいとか、まあ、そんなことぐらいでもいいんですよ。でやっぱりそうするためには話しかけないとダメとかいろいろあるじゃないですか。で小さなきっかけがこんな大きくなってくるんで、まあ、それがまた成長させてくれると思うんで。チラチラ見てる腕時計さ、ときめきという坂を登れば会える。今日は渋谷でこっち二人でサボタージュ、今日は渋谷でこっち、そう今から恋が始まる。いるならちょっと手伝ってみようかなってね、思ってくれる人が出てくるんじゃないかなと思って、思って今こうやって頑張ってるし、でお芝居が好きだから、もちろんねお芝居がすごく好きだからやってるっていうこともある。私ですか。いったー。私ですか。じゃあ確かにいいですか。じゃあはい、じゃあちょっとはい、はい、ですか。押すかね。はい。いったー。素晴らしい。私ですか。ハートだか、ぶかしたか、どりかけからこと一回こう来たんですよね。ハートだか、ぶかしたか、どりかけからこと一回こう来たんですよね。